開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町、家族5人で森を開拓しながら暮らしております。昨日までね、雪がもう全然ね、溶けちゃって、おいおいすごいなって、これは3月でこの雪はもう経験したことないなっていう感じのね、雪解けの速さだったんですけど、今日は一変して、積雪、25センチってところかな。まあまあこんなもんですよね。こう油断してるとね、すぐこんな感じになってしまいます。まあでも今年は本当に除雪の回数が少なくてね、時間的にも手間的にも労力的にもね、すごい楽な冬だったなっていう感じですけど、まあ久々に除雪しようかな。サンタのところ。サンタのところ。伊藤サンタです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。断熱工事のおかげさまで、家の中は非常にあったかいです。24度。外の温度計もきちんとしないとな。あ、この中入ったり外入ったりと曇っちゃうな。よいしょよいしょ。はいはいはい。タビちゃん。ご飯あったかい？ご飯もらった？ご飯はね、うちの三男の仕事なんです。この鳴き方はまだご飯もらってないっていう感じだね。早く食べたいね。決めとくよ。よいしょ。よいしょ。雪解けしてね、そろそろ融雪剤巻こうかなと思ったけど、昨日巻かなくてよかった。こうね、黒い色がね、粉巻いても、あの雪が降ったら意味がないんでね、でもまあそろそろ融雪剤巻いて、あの雪解けを促進したいな。よしよし。まずは少し暖気運転だね。よいしょ。黄金湯も降ってるべね。
ピンボルトが緩んでたんですよ。なんかね、締めても締めてもね、なんか緩んじゃうのかな、これ。このボルトの頭の部分が多分貼り合わせのものをつけちゃったから緩んでくるのかな。別にね、折れてるわけじゃないんですけど、まあ、ガタ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 すごい音がするんで、まあでもまあもう歪んできてますね。で、これでもそんなに違うとも思わないんだけど、原因がどうなのか分かんないんですけど、まあ、もうすぐ折れるし、締めても緩むんで、内外あるのかな、こっちから入んないの。これでガタつかないかな。よし。飛ばないんだよね。ピン取り替えたし回ってんだけど、なんか押される雪の方がすごい多くて、なんだろうね。
なんか最近ね、調子悪いなと思ったら、ここだ、これが壊れて、これごと回ってんだ。だからこっちが回ってても、こっちがなんかうるさいと思ったんだよな。あんなボルト取れてるし、割れちゃったんだ。また金かかんな。まずは今日は押して除雪するとして、これ部品があるか、部品そのものを作るか、メーカーどこだろうね。スターって聞いたことないけど、まあこれはプロに相談だな。機械は維持管理にお金かかるね。まずはブロワーが壊れたので、前のフロントローダーで押して除雪します。どしどし降るね。作業中に後ろの飛ばすブロワーが壊れて、仕方なくこう前のフロントローダーで押したんですけど、今度上付けだろうね。フロントローダーが動かなくなっちゃって、ね、春の終わりだからなんとかなりそうな気もするけど、これね、12月とかだったら大変だ。嫌になるね、これは。ねえ、底書きは地盤がないと砂利引っかいちゃってひどいね。また途中からフロントローダー動かなくなっちゃったからね、微調節できないの。ここら辺も綺麗にしたいんだけどね、ちょっとこんもり山になっちゃって、よいしょ、参った。やっぱり車庫が欲しいね。電気系のトラブルかな、油圧系のトラブルかな。まあなんか最近ガタつき音がすごくて、で一回ボルト締め直して良くなったと思ったんだけど、フロアのこれが割れて壊れてます。見えるかな、これね、なんて名前が来たんだろうね。この軸とこれをつないでるんだ。そしてフロントローダーがうんともすんとも上にも、上がんないし下にも下がんないし、すくうこともできないし下ろすこともできないし、フロントローダーこの角度で止まっちゃいました。
とりあえずやってみることは、油圧のなんか押す場所あったんだよな。ここだ。これ。こう、これをドライバーで一回押してみるか。どっか押ささない場所あんだよな。まずやってみよう。よいしょ。あ、やっぱデフロックの取り扱いって書いてある。ペダルを踏むとロックされます。ここを踏めばデフロックになるんだ。この間ね、あの車埋まった時にデフロック使ったらいいよって言われて、デフロックってなんだっていう感じだったんですけど、で今は、はいはい、ローターが、ローターが動かない場合の操作方法を、ローターを一定期間使用しないとマスターバルブにゴミが噛み込み作動しない場合がある。これは故障ではありませんので、下記の手順。エンジンを止めてストップバルブを閉めるにして、マスターバルブをドライバーで押す。エンジンストップ、ストップバルブを閉める。ストップ、タンプク切り替えレバー。ストップレバー。ストップレバー。ストップバルブを。ストップバルブってなんだろうね。ストップバルブがあっちにあるんだろうな、きっと。よいしょ。あれか。違うかな。よいしょ。ストップバルブってこれ？違うかな。短式フ。なんだこれ。ストップバルブってこれかな。これをクローズ、オープン、クローズ、クローズにして、そしてこれを押してやる。よっこいせ。よいしょ。そして反対、こっち側が押ささないし、狭いんだよね。こっち、こっちは押ささった。この上がずっと押ささないんだ。でもどうかな。よいしょ。で、ストップバルブを開けて、エンジンを始動して、動け。動かないと、こっからは手で除雪だな。動いた、よかった。もう後ろは動かないのは当分続くし、これで前動かなかったら大変だ。危ねえ。じゃあ続けるか。
開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは目と手と声をかけて丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの草果樹を農薬、肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売していますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思います。